俺の四代ね、俺の四代兄貴誰だっけ、ちょっと教えてくんね。打足、川村さん、みどりさん、大石さん、山田さん、ゆいがさん。いいね、五代天。俺のね、どうみんな。俺の五代兄貴、どう、みどりさん、みどりの兄貴、打足の兄貴、大石の兄貴、ゆいがの兄貴、山田の兄貴。これどう、俺の五代兄貴。今ちゃんと公平にだから兄貴たちと一緒にご飯食いに行ってるわ。やっぱ今日は大石の兄貴と仲良くさせてもらったから、あの仕事終わりにちょっと緑の兄貴ちょっと飯食いに行こうっつって、今うまいことかゆいところで書いてる。山田の兄貴が誕生日だからちょっと今日は行くかっつって、山田の兄貴の誕生日を祝ったりで、ね、緑の兄貴がチャンネルバンになるっつって心痛んでたから、ちょっと緑の兄貴と飯食い行くわっつって。うまいこと。ゆいがの兄貴だけはちょっと距離置いてる、今は。まだ距離、なんか心の距離が近くない。本当はゆいがの兄貴とも飯食いに来てんだけど、で、打足の兄貴は、いつも、PUBG やって歌を褒めてる。川村さん、米津玄師のレモン歌ってくださいよって PUBG の待ち時間にずーっと歌ってて、俺米津玄師のレモン、聞いたことねえのに川村さんの曲で覚えたからな。大石が兄貴の中で打ち合わせたのか、まあ、うちの兄貴に優劣つけらんねえ。めっちゃ本当に好きな人たちじゃん。俺ちゃんと、なんていうの、バカにしてないリスペクトがある人たち。廃人だからなんかお前バカにしてんだろうみたいなこと言われるけど、ちゃんとしたリスペクトを持ってるもん俺。ゆいがさん以外。まだやっぱ知り合ってねえから、勝手に俺の中で兄貴、勝手に呼ばしてもらってるってだけだから。ジュンは誰の兄貴なの？俺、チクノボの兄貴じゃ。だから俺も、そうやって、チクノボの中の、五代兄貴の、だからそうやってどんどん脈々と受け継がれていくの。チクがどんどんでかくなってって、YouTuber のチクノボってやつがいいんだよ。あいつ俺のこと兄貴って呼んでんだよ。一回も会ったことに喋ったことねえのに。だから、俺で言うユイガが、チクノボで言う俺だな。多分。あいつバカにしてんだろ俺のこと。おい、あいつ締めに行くべ今度。あいつ俺のことバカにしてんだろ、よく考えたら。俺がユイガをバカにするようにあいつ俺のことバカにしてんだろ今思えば。あいつなんで俺のこと兄貴って呼んでんだよ今思えば。すげえ受けたかんな、チクノボ。なんか俺の視聴者がバーって言って、おい、てめえ、チクノボこの野郎、女となんか戯れてんじゃねえやみたいな感じでバーって荒れてて、チクノボの女ファンが、なんでこの人たちよみたいなこと言ったら、チクノボが、兄貴を言う、悪く言うんじゃねえって言ったらしいけどな。右京地がさ、香川さんを悪く言わないでの時の気持ちと一緒だぞ。兄貴を悪く言うんじゃねえつって。なあ。そこまで言われたらよ、俺だってよ、おし、こいつを俺が、なんかあった時に俺が、こいつの面倒見てやるって気になるだろう。なんでだって俺はあいつの兄貴だからな。兄貴ってそういうもんだからな。違う、砂ザメさんは兄貴じゃない。砂ザメ軍団の一員。この前砂ザメさんたちと飯食い行ったんだけど、さすが砂ザメ軍団っすね。俺砂ザメ軍団のサブリーダーだから。砂ザメ軍団のサブリーダーだよ俺。兄貴とちょっと違う。隊長。誰がいるんだ？俺と五月病マリオ。今、団員三人だけ。いいメンバーだろ？砂ザメさん、俺、五月病マリオ。どうよ？スナペディアが面白い、マジで。お前、スナペディアの、お前、情報量舐めんなよ。スナペディアの。めちゃめちゃ情報量多いからな。スナペ。これ教えてくださいって言ったら、これはこうで、こうで、こうで、こうで。スナペディア。ユイガが昨日の煮込みで、理想の味は加藤慎一で、俺は加藤慎一仕様になるために、煮込み玉に戻ってきた。俺まさか兄貴から慕われてる俺。ね、な、そう、日刊ユイガやめてくんない？日刊ユイガ。俺めちゃめちゃそう、じゃあもう兄貴って呼んでいいってことだよね、これ。兄弟のちぎり交わしてるよな。でも本人言ってたよ。俺はヤクザと繋がりがあるからやめとけって言ってたぞ。多分俺予想だけど、
ユイガの兄貴はヤクザとつながりねえぞ。自称アウトローだぞ。なあ、俺の予想な、俺の予想だけど、でも兄貴がそう言うんだったら俺はついてくよ。ついてくよ。なんかさ、嵐がさ、嵐っていうか、そのユイガさんがなん、こういう組にいたんだよみたいな話をした時に、アンチがその名前使って山口組に電話して、おいてめえ、うちのユイガの兄貴が出所してきたからてめえ挨拶しに行こうよっていう動画めっちゃおもろかったわ。なんとかの、ユイガの兄貴知ってんだろ、おめえ挨拶しに行こうバカだねとか言って、ガチの山口組に電話するっていう動画クソウケたわ。あれ今度見てくれ、うちのなんとかの相談役のユイガが出所してきたんで挨拶しに来てもらっていいっすかみたいな、はあ、おめえ誰だこの野郎みたいなこと言ったら、おめえ誰だこの、うちのユイガの兄貴知らねえのかこの野郎とか言って、それで喧嘩してたの、おもろかった。それ以来俺も心の中では兄貴と呼んでいた。それ以来な。なんでちゃんまんは兄貴から陥落したの、なんかわかんない。放送してるかどうかわかんない。うなちゃんまんとか何やってんの、引退しちゃったよな。ふわっちいるんだ、今。ニコ生戻ってこねえかな。そしたら六大兄貴になるのに。佐野の兄貴とユイガの兄貴。いいじゃんね。俺のやっぱ武器って、どんな人ともある程度ちょっとは絡んでも、まあまあ許してくれるっていう。だってお前、大石正義さんと番組2本した後に、俺、の緑の兄貴と遊んだんだよ。なかなかそういう幅の広さ持ってる射程いねえだろ。うなちゃんまんはこの前の町会議の時に、俺が町会議に呼ばれないのは、みんな俺論破されてしまうからって、誰も見てない放送で聞いてた。兄貴！牙は研いでいたんすね。持ってましたよ、この兄貴の日本刀！ニコ生帰ってきたら俺が届けるわ。兄貴！磨いときましたぜっつって。俺が兄貴がいない時に、このポントを磨いときましたぜって。俺が先に届けるから。このポント。俺が大事に大事に携えてたポントを兄貴に返す時が来たようだな。サロンの配信で久しぶりって挨拶されただけで NG 入れられたぞ。なんでいつも女優だからね、本当に。うなちゃんマンは。あ、いいですね、いいですね、いいですね。って褒めて褒めて、くすぐってくすぐってやんないとダメなんで、あ、久しぶりって、なんで最近見てくれなかったんだよって。女優やってもいいからだからな。あのジジイ。はよ、死ねな。本当に、あれしてほしい。なんか、定点カメラで死体映してる配信してほしい。ザボしてくるわ。女優やってもいいぐらいだよね。うん。うん。枝豆にはもったいねえ。いや、でもいいとこあるんだろうな、やっぱり。うん。どうする？もう俺、死んだ方がいいから。